4月9日は、グレゴリオ歴で年始から190日目にあたり、年末まで、あと175日ある。元奴隷の権利を確保する、アメリカ合衆国憲法修正第14条批准。核兵器廃絶と科学技術の平和利用を訴えた、ラッセル・アインシュタイン宣言。署名者11人のうち、画像左からバートランド・ラッセル、アルベルト・アインシュタイン、湯川秀樹。 立谷湾で観測史上最大となる500メートルの津波発生亀山天皇霊元天皇作曲家、オットリーのレスピー儀。代表作に、ローマの噴水など東ドイツの政治家、ビリー・シュトフ誕生貴族、歌人、アリワラの成平坊。画像は、カノタンユー初期フランドル派の画家ヤンファンアイクボツ。左画像は、自画像ともされるターバンの男の肖像。右は、 アルノルフィーニ夫妻像を作家、軍医、森王外没。アルゼンチンがスペインからの独立を宣言。左画像は独立宣言。右は7月9日を通り。ありがとうございます。